おはようございます。マーティン、ダーキニンクーポン、金太です。映画市場の、映画産業はどうなったのか。確かに、まあ、コーラの影響で減っちゃいましたね。映画館数の増加にもつながってはいたんです。全盛期は確かに。すごかった。ただ、テレビの普及で減少はしちゃったんですね。シネアコンプレース、逆さずに、逆してシネコンというのが大きな要因となったそうです。ファミリーカン本当にショッピングセンター、まあ、イオンモールとか、ララポートとか、三井アウトレットパークでもいろいろ映画館ありますね。 まあ、今とは比べてもちょっと違いますけどもね。確かに映画産業は、ええ、まず長いとしては企画出資して、まあいろいろあって、こう制作会社、まあ東方、松竹、東映、あとはまあ配給、そして工業、いろいろ大手ね、独立系、外資系いろいろありますね、プロダクション系と、あとはディズニーとかいろいろありますね、海外映画、ディズニーとか、あとはまあ、ハリウッドの映画、まあいろいろありますね。 作品はいろいろ戦略ですが、年代別とは全然違いますね。はい。確かに、映画はいろいろ海外は進出しているそうでございます。ソニー、フォックスなど、いろいろな大手企業のメジャー系列の配給会社、いろいろあって、あとはその他海外作品はいろいろ独立系で、まあ、独自の作品もあります。まあ、スター・ウォーズやはり面白いし、アナと雪の女王、私も見てますね。はい。確かに、映画はいろいろ。 マルチユースでもいろいろ変わってまして、ユーザーの動向なんとすごいですね。はい。まあ、はい。というわけで、まあ、とりあえずここまでにしたいと思います。はい。今日は映画史上の話でした。バイバイ。